そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。サラリーマンの時に5年間必死で英語を勉強しました。その結果、30歳の時にアメリカの大学院に合格できました。でも最初はアメリカで全く僕の英語が通用しませんでした。それは英語力の問題じゃない。心の問題でした。もう完璧主義が俺をダメにして。アメリカに行きました。最初は語学学校に通う。一番初めの日、テストがありました。そのテストの点数がものすごく良くて、僕は一番上のクラスに行くことができました。日本人では俺だけ。めっちゃ気分が良かった。いいスタートが切れた。でも、授業何言ってるかわからん。何をやってるかわからん。先生何言ってんの？今何ページを話してんの？今インド人なんて言った？ナイジェリア人。今手挙げて話したけど、I think、私は思う。それは分かったけど、どんなこと思うの？どん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 意見が飛び交う。どん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 授業が進んでいく。今何やってるかわからんし、さっきまで何を話してたかもわからへん。焦りましたよ。だから僕は、覚悟を決めて、その日からものすごく勉強した。朝6時に起きるでしょ？ 6 時に起きて、授業のテキストを開いて、その日何ページやるのかっていうことを分かってたから、それを必死に何度も何度も読む。そして朝ごはん食べながら、ホストマザーのエイミーと英会話の練習をする。そして授業に行く。で、一番前の列、最前列に座って、先生が言ってることを一言も聞き逃さない。テープレコーダーを置いて、必死でメモった。そして授業が終わる。みんなは街に遊びに行く。喫茶店行ったり、ピザ食べたり、パーティーしたりしてた。でも俺はまっすぐ家に帰った。そしてその日やった授業の復習をしっかりして、宿題をしっかりやって、それだけじゃない。アメリカの大学院からもらってた宿題、課題をしっかりと、その夜、寝るまで、勉強していた。そんな日々を繰り返して繰り返して繰り返した。じゃあね、英語の力はものすごく上がった。そして周りの人がどんなことを言ってるのかっていうのもちょっとずつ聞き取れるようになってきた。でも全然手を挙げて話せなかった。一番上のクラスで、クラスの中でもテストの点数が良かった俺が間違ったことを発言したり、全然何テーマではないことを言ってしまったら、バカにされるんちゃうかって。完璧な文法を話せへんし、完璧な英語もわからへん。その状態で手を挙げてしまって、あいつ何言ってんのって思われたら、それが本当に嫌やって、恥ずかしくて、そういうふうに思われたくないと。テストの点数がいいという人間やと思われたい。っていうふうに思っていたら、どんどん話せなくなった。そう。そうなの。そのクラスのみんなはめっちゃ仲良くなってるよ。ね。クラスでディスカッションしてるし、ご飯も一緒に食べてるし、休みの日も遊園地とか行ってる。だから、ランチの時間とかどこで食べたらいいか分からへん。みんな盛り上がってる。でもその盛り上がってる輪の中に入られへん。だから一人で芝生に行ったよ。芝生に行って一人でピザ食べた。週末はみんな遊びに行ってる。日本人もそうよ。日本人ももちろん目標があったんかもしれへん。でもいろんな楽しいことをしてる。友達がたくさんできてる。そして俺よりも英語の力が上がってる。自信を持って英語を話せてる。なんでこんなに俺英語勉強してんのに。なんで友達ができへんし、なんで自分の意見を伝えられへんの。考えたよ。立ち止まって考えたよ。その結果ね、3週間ね、学校の授業では、一言も話せんかった。見えてきたよ。じゃあなんで俺はここにいるのかって。そういうことやん。ここにいるのはアメリカの大学院に合格する準備、ディスカッションをするときに自分の意見を言えたり、学校の中で友達ができて、そして人間関係を作れたり、そのための準備としてここにいる。
それなのに自分から話そうとしない、自分から手を挙げようとしない、その状態で話す力、友達を作る力、そんな力が身につくはずがないと。ここは英語学校の準備期間や、大学のための準備期間や。ここで別に一番にならなくてもいい、ここでは失敗してもいい、ここのいる友達に勝つことが俺の人生じゃない、ここにいる日本人の中で一番になることが俺の人生じゃない、目的じゃない。吹っ切った、もういいわって、もう完璧やめよって、100点はもういらん。その代わりその時の今の自分の実力の全てを出して、それがうまくいかんかったとしても出し切って、とにかく出し切った後にそれが良かったかどうかその後に考えよう。とにかく自分の意見を出そう、思った意見をどんどん手を挙げていよう。めちゃめちゃいいチャンスがあった。その1週間後にプレゼンする機会がありました。何のために留学したのか、それをプレゼンする機会です。もうこの日に僕は全てを込めるって全力で準備をした。何度も何度も練習して、何度も何度も自分が書いた原稿を読んで、そしてその1週間後プレゼンをした。もう覚えてない、そんなに完璧な英語と完璧な英語を話そうなんかない、文法なんかどうでもいい。僕がなぜここにいるのか、なぜこのアメリカの学校にいて、そしてこれからどんなことをやりたいのか、そして日本に帰ってからどんなビジネスで、そして子供たちに何を提供したいのか、自分の言葉で自分の英語で伝えた。もうぐちゃぐちゃやったよ多分、英語の文法とか言えば今のこのプレゼンみたいにぐちゃぐちゃやったけれども、止まった、プレゼン終わった後止まったんよ。でみんなが拍手をしてくれた。グッジョブダイス、コングラチュレーション、エクセレント、ナイス、何言ったかあんまり覚えてない、でもこれだけは言える、みんなが俺の方を見て拍手をしてくれた。自分が言いたいことは伝わった。その日から変わったよ、もう何も怖くなった、なくなった。自分のそのままを見せたんやから、いいとこも悪いところも思い切って手を挙げて発言した。それがみんなから笑われようが全く気にしない、手を挙げる回数だけをたくさんやった、そして自分の意見をどんどん発言した。そういうことをやっていったら自分が話す力がどんどんついていったし、周りの人と仲良くなっていったよ。休みの日とかパーティーやったり、そして自分が夢やったクラブに行って一緒に踊ることもできた。そして英語力も上がって、無事一番上のクラスで優秀生として卒業することができた。今やから思う、完璧になってからやろうって思ってたらいつまでも完璧にならへんねん。今の自分の全力を、今の持ってるもの全部を出し切る、やり切る。それがたとえかっこ悪くても、周りからバカにされても、うまくいかなかったとしても、とにかくとにかく全部出す。弱いところを見せんとことか、かっこ悪いって思われたくないとか思ってたら、新しいこと全然挑戦できへんし、自分が持ってる能力がどんどん上がっていかへん。だからあなたに伝えたい、完璧でなくてもいいから、とにかく今の自分の実力を全部出そう。今の自分の実力を全部出し切ったら、その後に自分がやるべきことが見えてくる、次の一歩が見えてくるから、今やることは今持っているものを全部出すこと、それ以外にはない。そういうふうに思いました。はい、ということで、そうなの、もうアメリカに行った時はね、もう完璧な英語を話さないととか、ちょっとでも文法間違えたら相手に伝わらへんのちゃうかと思って、全然自分から発言できへんなって。でも思った、もう文法とか完璧な英語とかそんなことよりも伝えたいっていう自分の気持ちが大事なんやと。そのたとえそれがあんまりいい意見じゃなかったとしても、英語としては50点であったとしても、伝えたいって気持ちを乗っけてそれをそのまま伝えたら絶対相手には伝わる。もちろん賛成されるか反対されるか分からへん、でも自分が言いたいことは相手には伝わる。そういうふうに思った。で今回のこのプレゼンも
正直あんまり完璧じゃなかったかもしれへん。でもこれが僕の今の実力です。はい、この噛み倒すのもそうやし、うまく間とかトーンとかストーリーとか、うまく話せなかったかなって思うけれども、今のこの実力が今見ていただいたのが僕の実力なんで、もうこれ隠さずに出します。はい、出します。はい、ということですね。はい、まあこんな感じでミスターおかちのチャンネルでは生きる力が湧いてくるようなそんな配信をしていきたいなと思ってます。ちょっとでも心が動いたとか、ちょっとでも元気になったっていう方は、高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録とかコメントとか残していただけたらめちゃくちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。そんな感じで皆さんワンダフルな一日を。さよなら。そのままでいいよ。